はい、というわけでどうもこんにちは、ひしゃくさんげです。ということで今回もやっていきましょう。本日はですね、まあ一旦私は今家で撮ってるんですけども、今回は武田尾駅に行ってきたという動画で今回はやっております。はい、はい、まあね、じゃあ今回もねやっていきましょうか。まあちなみに武田尾駅っていうのは JR 西日本が所有している駅でありまして、武田尾駅は JR 宝塚線、まあ福知山線の駅となっておりますね。はい、まあね、だいぶ山奥です。大阪駅からまあ 32.8 キロらしいです。何分で行くかは知りません。はい、で横は道城駅と、西宮名塩駅が横にございます。で今回はなぜ武田尾駅を今回紹介しているかというとですね、まあトンネルが、駅のホームの半分以上が、トンネルになってるんですよね。これがまたすごいんですよね。だからね、まあ関西に住んでる人だったら、まあ知ってる人もいるかもしれませんね。はい。じゃあね、まあそんな私のね、ずっと喋っているものばっかりね、聞いていても面白くないので、まあ一旦ね、実際のね、動画を流そうかなって思います。ではどうぞ。まあね、丹波寺快速などは通過するんで、まあ、通過シーンばっかりなんですけど、まあそれでもね、まあ停車する電車確か普通電車だけなのでね、はい、うん、そういう感じですね。普通電車しか止まりません。丹波寺快速や快速電車、特急も多分通過します。でね、ウィキペディアによりますとですね、向こう側の直まあ、かけられた鉄橋とトンネルで構成されていると書いております。かつて向こう側にダムの建設が計画されていた関係で、川からホームまではかなり高さがあるって書いてあります。まあね、高さがありました、それはね、はい、そうですね。で、まあ、近くにね、廃線跡もございまして、旧福知山線のね廃線がね、まああるんですよね。まあ山陰本線みたいな感じでした。まあね、私一回歩いたんですけど、めっちゃ長いんです。はい、長いですので、まあ、うん、しかもめちゃくちゃ歩いたら暑くなると思うんで、はい、まあ寒すぎずっていう時ぐらいにね、はい、行ったらどうでしょうか。でね、どんどんね利用者数はね減ってきてるようですね、ウィキペディアを見ますと。まあでもこの近くは、山がねたくさんありますので、登山に行く人がね、まあだいぶ多いかなって思います。はい、まあ急線はまああるんですけど、もうそれが歩けるんですよね、ちなみに。で途中鉄橋とか長いトンネルがありまして、まあそれでね面白いかなって思います。1986年に当駅を含む、まあ当駅っていうのは、武田尾駅ですね、宝塚駅から三田駅の新線が整備されたらしいです。まあね、その時はまだ単線で川を沿って走っていたので、まあ山陰本線、今の嵯峨野登録を走ってる場所みたいにくねくねしてたんですよね。だからトンネルを掘って新しい線路をして複線にもしたということですね。はい、まあなんかそういう感じでね、はい、まあハイキングコースとは今なってるらしいです。はい、じゃあね、まあじゃあ最後にね、またどんどんね動画出そうかなと思います。はい、じゃあ最後に通過シーンの動画をどうぞ。まあね、最後にね、日中は1時間あたり区間快速が4本停車するらしいです。で朝のラッシュ時は大阪方面は本数が多くなっているようですね。当駅には区間快速と普通電車が停車するようです。まあということで、特急と丹波寺快速、または快速電車をね、この駅武田尾駅を通過するという感じらしですね。
ということで、今回ですね、竹田尾駅、まあ半分トンネルに、ね、なっている駅を紹介いたしました。半分ね、トンネルになっている駅っていうのはあんまりないと思うんですよ。いや、あるのかな。横須賀線のあの駅は確かあれですよね、ドアカットなので、トンネルの中にはホームがないので、もしかしたらここだけなのかもしれませんね。はい、他にもあるっていうのを知っている人がいましたら、コメント欄で教えていただけたらと思います。はい、まあちなみに急線の方ですね、狭い V 字谷となって谷となっているためですね、はい、工事がねとても大変だったと書いております。まあね、それだけね、昔の人はね、頑張って作った線路なんですけれども、今はハイキングコースとなってねあるらしいです。でね、途中にはね、信号機のね柱とか、線路の枕木とかもね、砂利とかもまだバラストとかもねまだ残っていたので、まあね、鉄道ファンにとっては、まあ、楽しいハイキングとなるかもしれませんね。ということで、今回はですね、はい、このトンネル、半分トンネルになっている駅を紹介いたしました。最後にね、私がね乗っていった、丹波寺快速の電車の動画とね、まあ最後にね、まあちょっとだけ動画をね、電車の動画を流しておこうと思います。はい、ということで今回はこんな感じで終わろうと思います。ということで、ありがとうございました。